はい、テンドラチャンネル、本日も静岡店からゆきおがお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画は、ファームの方でね、ちょっと1ヶ月ぐらい前になるんですけれども、1匹初産だったマホガニちゃんが卵を産みましたというところで、まあ、その子の卵を回収するところ、あと床材などのうちで使っている、まあ、浮かさせる時の、まあ、床材の説明だったりをちょっと軽くさせていただけたらなと思うような動画になっております。はい、すごいね、初産だったんですけど、まあ、動画にも出てくるキャッチーな卵を産んでくれたので、ぜひ答えとともに見ていただけましたらと思います。それでは早速ここからファームの動画に切り替わりますので、行ってまいりましょうか。レッツゴー。はい、じゃあ今日はね、ファームの子が卵を産んでくれたんで、それをちょっと回収していこうと思います。ねえ、ゆきおさん、おめでとう。まほちゃん産んでくれました、きれいな卵。このまほちゃんね、めっちゃお気に入りだからね。綺麗なまほちゃんなんでね、初産なんですけどね、無事に産んでくれてよかったです、ね、じゃあそれをゆっくり取っていきましょう。はい、はい、ごめんね、おもちゃん。こういう時ね、ちょっとお母さんちょっと気が立ってたりとかするんで、怖い方はちょっとガードしたりしてね。今回のまほちゃんとてもいい子なんで、一旦置いといて、はい、今回はね、スラックが、まあこれスラックですね、明らかに、うん、もう明らかに色違うの分かりますよね、うんうんうん、今回、スラック込みで6卵はい産んでくれてます。これスラックです。あ、これはまあ帰ることは基本ないのでごめんなさいですけど、うん、残り5個、綺麗な卵ですね。はい、卵ちゃんも。はい、じゃあここから回収していくんですけど、まあまず回収するまでに用意するもの、回収する用の床材、まあ、いろんなねやり方があるんでね、ありますが、こうやってねネット張ったりとか、産卵の終わった後に卵を管理する用のケースなんですけど、まあこれまた今度動画上がったりするかなと思うんですけど、バーミキュライトだったりとかね、まあいろんなものを使って、管理していきます。まあ今回はこういう形で、用意させていただきました。じゃあこちらに卵を回収していくんですけども、まず卵すぐ産みたての時はね、こうやってくっついてっていうのがまあ基本ないんですけど、ちょっと時間が経つとね、こうやって卵同士がくっついて卵塊の状態になります。なのでこれで転がる心配っていうのはね基本的にないんですけど、まあ念のためにまあマジックだったり鉛筆でまあマークをつけていきましょう。はい、ゆきおさんお願いします。まあこんな感じでね、ちょんちょんって、もう何でもこれは大丈夫です。まあこれ上が分かればね大丈夫ですので、はい、こんな感じに、まあ日付書いてもいいですしね、まあお祈りを書いてもいいですし、さっきのケースに回収をしていきましょう。はい、はい、はい、こんな感じで、ね、また多少位置をね後で調整するんですけど、一旦この形で、はい、まあ特に今回はね、卵がすごい重なってるとかないんで、このまま卵ね剥がしたりもする時あるんですけど、まあ一旦このまま管理しようかなと思います。はい、じゃあ蓋を閉めて、はい、温度が安定してるところに、はい、置いてって感じですね。置いてって感じで、よいしょ、はい、ざっくりこんな感じでね、卵回収しました。はい、まあ回収はこんな感じだね。はい、はい、そんな感じでマホガニちゃん綺麗な卵を産んでくれましたね。はい、以降不正卵だったんですけど、もう初卵だったんでね、無事に産んでくれただけでも本当にマホガニちゃんお疲れ様というところで、無事に、あとこの動画撮ってる
この動画が出るぐらいの時はちょうどあと1ヶ月ぐらいで卵が孵化するようなタイミングになってきているかなと思うので、本当にそうね、ほがりちゃんの子供が楽しみだなっていうのと同時に、まあデンドロパークのデンドロ CB としての、坊ちゃんたちのお披露目も徐々に近くなってくるのかなと思うと、また楽しみだなと思っておりますので、また楽しみにしていただきましたらと思います。はい、それではこんな感じで今回は動画終わりにしたいと思いますので、いいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、それではまた動画でお会いいたしましょう。シーズンネクストタイム、バイバイ。